平野紫仕様、ルイ・ヴィトン一着で即完売。ファンの熱狂が示す、経済も回す男の象徴。元ジャニーズ副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、戸辺に合流した平野紫仕様、26、が、SNS 上で、経済も回す男と話題になっています。彼の YouTube 生配信で、全身ルイ・ヴィトンの衣装を着用し、登場したことが話題となりました。驚くべきことに、 配信翌日には彼が着用したアイテムがルヴビトンのオンラインショップで即完売状態になったと報告されています。この記事では、ヒラの仕様の魅力と彼のファッションの影響力について探求し、なぜ彼が、経済を回す男と称されるのかを明らかにします。セクション1、ヒラの仕様の魅力と、経済を回す男としての評価。ヒラの仕様は、キング、プリンスのメンバーとして大きな人気を集め、 そのカリスマ性と魅力で多くのファンを魅了しました。しかし、彼が経済も回す男と称されるようになったのは、滝沢秀明氏の新会社、戸辺に合流し、その影響力がさらに拡大したからです。彼のファッションセンスやプレゼンスは、若者たちに強い影響を与え、ファッション業界においても一目置かれる存在となりました。セクション2、ルイ・ヴィトンの衣装とその即完売現象。 平ラの仕様の YouTube 製配信での登場には、全身ルイ・ヴィトンの衣装が用意されました。水色のシャツやガラパンツ、ブーツなど、総額120万円以上の高級ブランドアイテムをあっさりと着こなしていた平野の姿は、多くの人々を魅了しました。その影響力の大きさは配信翌日に明らかになりました。ルイ・ヴィトンのオンラインショップでは、彼が着用したアイテムの一部が即完売となり、 購入を希望するファンたちが入荷知を待つしかなくなりました。セクション3、ヒラの仕様のファッションリーダーシップと若者への影響。ヒラの仕様のファッションセンスは常に注目されてきましたが、今回のルイ・ヴィトンの衣装によって彼のファッションリーダーシップがさらに浮き彫りになりました。彼の着こなしは多くの若者たちにとって憧れの的であり、彼が身につけるブランドアイテムは即座に注目を集めることがわかりました。 彼の影響力がファッション業界においてどれほど大きいかは、ルイ・ヴィトンのオンラインショップでの即完売現象からも明らかです。セクション4、経済も回す男としてのヒラの仕様の意義ヒラの仕様は、経済も回す男と称されることで、単なるアイドルやタレント以上の存在としての評価を受けています。彼の衣装やファッションへのこだわりは、若者たちに新たなファッショントレンドを提案し、 経済効果をもたらす可能性を秘めています。ファンたちは彼のファッションセンスに刺激を受け、彼が着用したアイテムを手に入れるために積極的に消費行動を起こすことで、経済の活性化にも寄与しているのです。平野仕様の、経済を回す男としての評価は、彼のファッションセンスとその影響力から生まれたものです。彼が全身ルイ・ヴィトンの衣装で登場したことによって引き起こされた即完売現象は、 彼が若者たちに与える影響力の大きさを示しています。彼のファッションリーダーシップは多くの人々に刺激を与え、経済にも活気をもたらす存在として注目されています。平野仕様のこれからの活躍にますます期待が高まる一方、彼の影響力がさらに拡大する可能性もあります。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。